どうもボトフです。久しぶりかな、かなりですねテンパっております。いろいろとまた何でしょう、仕事も増えたりけどなかなか減らなかったりみたいな感じですけども、そうマイカップオブティーの方から配信したいやつもね、実は何本か取りだめがあって、取りだめというか何本か取っていて、多分もう使えないだろうなってやつもあるとは思うんですけど、使えそうなやつは使おうかなとか思ったり、ちょっとあとちゃんと編集したいやつも一個あってね、っていうか途中ね喋ってる途中で何喋ってるのか分かんなくなって止まっちゃったやつがあってで続きを撮ったんだけど、これうまくつながるのかな話とかってなってね、あれ聞き直さなきゃいけないけど30分ぐらい撮ったんじゃないかな全部で、そんな時間あんのかっていうね思いながらです。はい、なんか雨が続いておりますが、皆さんお元気でしょうか。あまり、生配信やらあんまり聞けていない感じです。アンカーはなんとなく聞いてる、ポッドキャストもなんとなく聞いてますが、はい、そうマストドンの方がなんか最近ちょっと重い気がするな、大丈夫かなと。コノハっていうサーバーを使ってやってるんですけども、なんかね最近障害があるんだよね。ちょっと不安を感じながらですが、まあ長い目というか、まあ優しい心で接してください。そう、あ、まあいいや、これはいいや。まあそんな感じです。一応バテバテですが生きていますということで、はい、ポトフでした。じゃあね、どうもポトフです。さっきヌヌさんのアンカーで、募集していた、子供の頃に食べたお菓子の話、なんだっけ忘れちゃった。なんか募集を締め切ったっていうのはさっき聞きましたが、なかなかアンカーさえやる時間というか、時間が全然ないわけじゃないんだけど、心に余裕がなかったですね。そう、ちょっと前に息子と二人でね、ドン・キホーテってあるじゃないですか。なんか、何屋さんのあれ、雑貨、なんかいろいろ売ってるところ。で、うちからちょっと離れたとこなんだけど、メガドンキっていうのがあって、なんかドンキホーテのでかい版なのかな、ちょっとそこ行ってみて、そしたらなんか普通にね、スーパーみたいなコーナーもあり雑貨もありで、では確かにそんなドンキホーテとか行ったことないんですけど、あんまりね、東京でなんだったかな、 iPhone かなんかのケーブルかなんかUSB ケーブルかなんか欲しくて入った感じだったんだけど、なんか全然違うのね店の雰囲気が、でそのスーパーの方もなんか安い、なんだろうな、すごい業務用みたいなやつが売ってたりで、なんかなんつうか和製コストコみたいな感じ、なんか置いてあるものがすごいなんか日本的なものなんだけど、でそこでお菓子のコーナーでさ、こうなんていうの、おつまみっていうの、珍味っていうの、なんか透明なこう円筒の筒の中で上にさオレンジ色の蓋がついてあるやつで、串みたいなやつが何本も入ったやつ、30本とか40本50本ぐらいガーッと入ってるやつ、なんか業務用みたいな感じね。でそういうのがダーッとあって、わーなんか懐かしいなと思って、なんかね小学校の時かな、友達がねそういうのを作ってるうちだったんだよ。だその子の友達の家遊びに行くと、倉庫みたいなところにそういうのがいっぱいあって、なんかそこの親もね、いいよ好きなの食べていいよみたいな感じがあって、あ、親だったのかな、友達が勝手にそう言ってたのかな、なんか結構食べた気がしますその友達ん家行くとなんか開けちゃって、で本当に何十本も入ってるからみんなでそれ食べるっていうね、だそんな懐かしいなーっとこの間メガドンキで思いましたね。その話をコールインしようと思いつつ、そしたら募集が締め切ってましたね。まあ1分でまとめる自信が全くなかったんですけどね。
まあ、あともう子供の頃のもう記憶がね昔の記憶がねあんまりね出てこないんだよねそんな感じで、まあ、ちょっとバタバタしておりましたが、はい、ではでは。